あの人の現在。大塚愛、今の姿が可愛いとの噂も。シングル、さくらんぼでブレイクした歌手の大塚愛。その愛らしさと独特な歌声で、一躍ブームを築いていた彼女でしたが、現在、露出が減少してしまった大塚愛。そんな大塚愛さんを見た人からは、大塚愛さんの劣化がひどいという噂もあります。また、スーさんの不倫の理由も、大塚愛さんの劣化に原因があるのでは、という見方をしている方もいます。では、大塚愛さんのデビュー当時から最近の写真まで様々な画像を見ながら検証していきましょう。デビュー当時は2003年ということもあり、元気いっぱいのギャル要素も含んだ雰囲気がありますね。最近では清楚なイメージ、大人っぽいイメージも強いですが、この頃は可愛さからも人気があり、男性ファンも多くいました。そして、プラネタリウムの彼女。清楚な雰囲気になったのは、この頃からではないでしょうか。歌う曲もポップでノリノリな曲というよりは、女性から共感の多いバラードなども多くなっていきます。若々しい雰囲気から、大人の女性に変化していっているのは、心情の変化などもあったのかもしれません。しかし、デビュー当時の雰囲気は薄くなったものの、この頃もまだ劣化しているというわけではなさそうです。そして、こちらの彼女が老化したと言われている時で、もともと顔のパーツは可愛いパーツなので、可愛らしさは残っていますが、やはり劣化していないとは言い難くなってしまいました。出産を経験し、やはりどこかお母さんという雰囲気も出ていますね。こちらは2018年9月5日発売のニューシングル、ドラセナのジャケ写真の彼女です。また違った大人の雰囲気の大塚愛さん。一時期のぽっちゃりしていた印象は感じられず、老化は一時的なことだったようです。スピード婚で離婚の危機と囁かれ、さらに不倫を繰り返しているスーさんですが、今のところは二人に離婚の話はないようです。やはり、まだ子供が小学生なので、そういった部分もあり、離婚に踏み切らないでいる可能性もあるかもしれません。そして、劣化に関しても、一時は気になりましたが、最近では綺麗な大人の女性として輝き、ニューシングルもリリースする予定ですので、また大塚愛ブームを作り出してほしいですね。